その車種ごとに応じてお客さんの好きなものをうちが用意できるパーツの中から選んでもらうというテーマでやってます。お客さんにまず選んでもらう、この車種が決まった時点 でそこから全部解体して一からスタートしていく。定額制でフルカスタム、お客さんの好みのものを全部やるっていうのは後でお金がかからないというメリットがありますね。やっぱりこう普通の流れ作業みたいにやっちゃうとやっぱりどうしても見落としてしまうところがあるので、ゴム類とかそのパッキン類とかその辺細かいところまで注意してみて、変えるところはもう全てその時に変えちゃおうっていうのがうちのやり方なので、やっぱりトライクってなると長期で乗れない、場合によってはすぐに壊れてしまうっていうイメージがあったんで、それを打破するためにうちは国産のベース車両の車体に国産のトライクキットを融合させて、より長くお客さんがトライクライフを楽しんでもらえるように取り組んでいます。乗ってもらうんであればやっぱりこう楽しめる、転ばない、なんか普通免許乗れるっていうところで、二輪だけよりも今後楽しめるバイクとして長く乗ってもらいたいっていう思いはありますね。